今からね、よっぷり社の社長に会いに行こう。ウィズー。そ、シャッチの人だったっけ、確か。社長でーす。ニコニコ。おしゃれずら。でも、広すぎ、銀行の社長室。ねえ、すごい無駄な空間じゃない？でも、おしゃれ。ウィズー。気づけよ。仕事集中しすぎやろ、お主。ウィズー。いや、みんな、よく来てくれたね。我が社の社長、マーク・シャッチーバーグです。ニコニコ。社長に会えるなんて君たちは大事なお客様だからね。いやー、ありがとうございます。人間代表やからな。君がダイダラか、その妖怪落ちクールだね。でしょ？あざざざす。これが例のドリームか。社長、次の会議ですよ。おうおう、ヨップくん。最新型コミュニケーションロボットだ。どういたしまして。ヨップルくん、浮いてるで、でも。すげえな。じゃあこれ失礼するよ、バイバイ。え、この妖怪ウォッチドリームは、ここで作ったもんじゃないのかな？ねえ。スティーブ・ジョーズさんが作った、ねえ、完全オリジナルなんでしょうか。じゃあ、裏側をウォッチできるんですね。行きましょう。さあ、ヨップル社のエントランスに戻ろう。コマさん、どうここ。おしゃれさんずらねえ。でも、ほんと、あれ、いいよね、なんか。何あの、何型っていうのこの、わからへん。話しやすくて優しそうだったずら。これ、座りたい、ここに、椅子に。座れない。悲しい。どうした？落ち着かんな。和風の部屋でないと。まあ、めっちゃおしゃれやもんな、これ。完全に。今時っていうかね。いい部屋やわな。ニコニコマン、どうした戻りましょう。だって、どうしたお前も。大釜さん。結構クールな部屋が欲しいぜ。いや、俺も欲しいよ、こんな部屋。ねえ。うわぁ、俺ここで動画撮りてもどうも、こんにちは、ダイダラでーす。何村正。ふふふ。今日はちょうだい、お出待ちってものを調和するでやんござる。え、泥棒何ですか、怪しい連中。皆さんご覧ください。有名人である社長はいつも命を狙われてるのです。マジか！わざわざ解説してる場合か。大丈夫なのそれ。シャッチーバーグも大変だぜ。最悪のタイミングね。私たちがいる時なんでね。見学の邪魔は許さんぞ。怖いオロチ。ダイダラくん！戦いましょう！あ、戦いマジでするの？しゃあねえな。守ってやるよ、社長。社長さん。さあ、村正とギャゲロウです。やっつけたいと思います。さあ、俺のパーティーは強えぞ。影村さん、百鬼姫、カルラ。このメンツに勝てるものか。超強えからな。よし。必殺技はどっちも前か。打つに打ちづらいね。さあ、もうね、メインのやつはもうやっつけちゃいましたね。よし。で、ちょっと回復するため、じゃ変えましょうか。よし。えいっと、お金もゲットー。さあ、極楽の術ね、打って、百鬼姫回復してやってくれ。痛い。うわー、取りつかれたし、もう。よいしょ。立ち切る。さあ、回復の術。よいしょ。極楽じゃなかった、ね、回復やったな。さあ、解除する前に、ね、倒し終えちゃいましたね。普通に良かった。ほんと、あとね、欲しいのは A ランク以上の回復役の妖怪。ね、ワカメスターとかでもいいんだけど、やっぱね、おばあちゃんとか欲しいね。邪魔が入った退散するでござる。あと少しでサインもらえたもの。サイン欲しかったの？勘違い？え、命じゃなくて、サイン？ファンじゃないの？追い返しちゃった。わりわり。まだいるじゃん。早すぎ笑ったダブル。うわ強い。やるじゃん USA も。うわーい。普通に、あ、強い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 。やりすぎや。USA よ。日本に生きる妖怪の実力だ。うーやるねー。コマさん出られへん。あ、出てきた。怖かったずらー。かわいい。
まあいいか、上手上手。さあ行きましょう、エントランスへ。まあ気にしちゃダメだよな、俺たちは未来へ生きてんだ。やれやれ、迷惑なファンだね。変な人もおんねんな。 USA の妖怪に興味が湧いたよ。メリケン妖怪に負けられないな。ね、なんか妖怪ウォッチの第6章ってやっぱ人が多くてね、あの話しかける人もいっぱいいるからちょっと時間かかるよね。うん、楽しみづら。それでは行ってきましょう。戻りましょう、エントランス。あ、あっち側行くんやね、ネタバレリーナ。お前らさっき全然立ち会ってなかったやろ。レジェンド妖怪行ったら楽やのにね、ほんと強いから。さあウォッチ工場へ向かいます。ウィーイ、どんな感じなんやろね、ウォッチ工場。行くだに。地下にあるの？大丈夫？変な妖怪がただ働きさせられてるとか。全然違った。うわー、妖怪ウォッチゼロ式、最初の妖怪ウォッチです。俺持ってるよこれ、リアルで。渋ーい。これ初代妖怪ウォッチ、これも持ってるぞ俺も。うー、懐かしいデビスー。女の子向きバージョン、妖怪ペンダントだよね。これ持ってないわ。クミちゃんはどこ行ったの？クミちゃーん、あれをつけたら似合うだろうな。つけてたんだよな。グフ。ドスケベやんけ、顔キモい。俺か、俺顔キモくないけど、俺キモい。で、これが妖怪ウォッチ U プロトタイプです。これ今、俺とね、イナホがつけてるやつだね。妖怪ウォッチ U の試作品ですね。プロトタイプでいろんなテストのデータを得られたおかげで、僕たち妖怪ウォッチ、僕たちの妖怪ウォッチ U が完成したくもね。U が意味するのは、何？ジョア？なんか暴れとるで。怖っ。U の意味教えてくれよ。でっかいサメさんずら、なんだよ。彼の名前はワイシャークですよ。サメ型ロボット。暴れ出すとはやばいです。なんで暴れてんだよ。サメもロボットなの？ミーもそう思ったらに。なんと彼はあのドリルでとんでもないものをぶち破るリーダー。いや、それ完全もう目の前のガラスやろ。ではミーティングルームへ戻りましょうか。企画会議？会議するところです。会議見られるのってやだな、ほんと。まだ発売されてない新製品のこと聞けるかもしれませんね。行きましょう、ウィス。ぶち破らんかったな。で、U の意味教えてくれよ。お魚がいっぱいね。確かに。普通の魚と一緒に行けてるの、おるな。めっちゃ見とるやん、お前ら。全部持ってるぜって。ガチオタクが、お前は。俺も欲しいわ。何の道具なのだ。いや、妖怪ウォッチで。俺、あのタブレット欲しいな。もんげー。白。兄ちゃんと同じズラ。いろんな種類があるズラね。ね。めっちゃ走っとるやん、お前。落ち着かねえぜ。なんもないかな。さあ、じゃあ会議室行きましょうか。オルチどうした？地下室だもんね。ひどいよね。地下にこんな作っちゃって。何してんだ。な、またいた。言うの意味教えてよ。聞きたいくまん。なんで知ってんの、うんちく。ワイシャークは。この後なんと、もうやめてね、たまに戦うの、もう絶対。ミーティングルームでーす。はい、来ました、ミーティング。ちょいいっす。ん？ミーティングルームですよ。次世代妖怪ウォッチの企画。どんな妖怪ウォッチを開発していくか話し合ってますよ。やばくない？次の妖怪ウォッチだよ。今話し合われてることが、次の妖怪ウォッチに関するとっても重要な秘密ってわけですが、やばい情報聞けんの？やばくない？みんなウィスパーと同じタブレット持ってんじゃん。そうかもしれないし、そうじゃないかもですね。ちなみに次の妖怪ウォッチをネタバレすると、あ、ネタバレリーさんさんが困ります。うんちくうんちくもちょっとやめてください。なんと、うんちくやばいよ、こいつらやばいな。邪魔だぞこいつら。このレジェンド妖怪うざいぞ。うわっ、顔が、え、ヨップくん、
チって下打ちした今。何のことですか？こいつ。こいつ、キュン太郎と同じ匂いするぞ。大丈夫か？なんかあるよ、新しい妖怪ウォッチ。どうも荒れそうだな。荒れる？ゆっくり見学しててね。受付のお姉さんや。あの、ヨップくんのネタバレもあるリーナ。何、ヨップくんのネタバレも聞きたいんだけど。あの武器を持ってる社長の連中は、連中の社長はって何？ちゃんと話してくれよ。向こうが気合い入ってる。こっち？ L 社のエリート？何これ？ビジネスは戦いだ。え、これ別会社の人？これ。他社とのミーティングは戦争だ。戦うのやめてよ。戦場だ。戦い者言ってねえやねえか。ミーティング見学しましょうか。さあ見ていきましょう。A 案でいきましょう。いや、困る。B 案だ。会議がヒートアップしてますね。ゆう、やばい。だから無理だと以前から言ってたろ。できる、やれる。こっちだって考えもありますよ。いや、もうライトセーバーやんけ、それは。大丈夫かよ。ブーンブーン。みんなで止めるだに。また上がって、いしゃしゃり出て。なんだお前ら、ちょろちょろしやがって。引っ込んでろ。さあ、バトルです。強いんじゃないの？大丈夫これ。エリート社員と社員。うわー、ちょっと物騒なもん持ってますよ。いや、やっつけちゃいましょう。頑張れ、みんな。社員ビームって。何や、社員ビームって。社員サーベル。名前がもう適当でしょ、完全。社員ビーム。さあ、影村さん結構効くな、それ。さあ、社員 A やっつけた。よし。ガンガンやっつけてくれよ。影村さんの取り付きがほんと強いね。でちょっと切り替えましょうか。カルラ、体力ピンチなので。よいしょ。移動して体力回復しつつ。いいね、回復。さあ、ブチャフリックも出したからね、回復してもらいましょう。さあ、向こうはダメージどんどん食らうね、取り付き食らってるので。すごい楽ですね。よし、影村さん回復。影村さんすげえ狙われてるんだけど。なんで？嫌われてるの？影村さん。よいしょ。さあ、また移動しながら戦おう。おーっとさ、これでやっつけた。ナイスっすー。よし。回復量がちょっと少ないんだよなー。ほんと、無茶ぶりっ子って。さあ、どうや、止めたぞ、会議。落ち着きましたか？すまない、ヒートアップしすぎた。意地になりすぎてたよ。よくわかりましたよ。ね、情熱が本物だってことが。よっぷるしゃさん。また納得できる方法を探っていきましょう。いい感じに終わったやん。でも結局妖怪ウォッチの情報なかったで。どういうことや。結果オーライじゃん。じゃあウォッチラボへ行きましょうか。何ウォッチラボって。作ってるとこウォッチを。よっぷる社の皆さんとならいい仕事ができるぞって。仕事に情熱をってすげえな。俺そんな情熱ないわ。はい。それでは、次、ラボ行きたいと思います。なんか、こういう感じのストーリーがちょこちょこ続くって感じかな。今回の第6章って。はい。俺はガチャを回したいんだけどな。とりあえず。何ずら、ここ。からくり仕掛けの部屋か。なんだ、ここは。ウォッチラボ、研究してますっていう。妖怪ウォッチの機能の一つ、妖怪召喚の実験が行われてます。実験クマ？あ、クマじゃない。ズラ？何回も妖怪呼び出してきたけど、へぇ、実験しまくってたんだね。いい勉強になりましたね。このままワッチラボを研究しましょう。またバトルあるんちゃう？変な妖怪召喚しちゃったみたいな。もう、オチが読めたってやつだな、これ。何してんだ？どういう仕組みで呼び出してんだろうな。妖怪の召喚実験見ていってくださいね。大事な機能だからミスはできない。まあ、妖怪ウォッチで妖怪召喚ミスったらやばいもんな、ほんと。見たことがないからくりばかりだ。準備完了してきました。いやー、これ絶対事故るからな。見とけよ、見とけよ。さあ、何召喚するんだろう。実験スタート。出てこい、妖怪たち。え、なになになに、ほら。
何ずら？何が召喚されるかわかりません。え、鬼とか出てきたらどうしよう。うちこちビルは誰だおめえ。うん、あーゾンビ、何こいつ、カイマこれ、カイーンちょっと待って、あかんやんこれ、早く止めて。実験は失敗がつきものですよ。なんとかしなきゃ。倒しに行く、バトらせてもらうぜ。カイマと戦うの慣れておるんでな。じゃあ行くか。またバトルだよ。最後に1匹、何人面犬みたいなやつは全然違うぞ。カイマやった、2つ。エンダエンダか。オッケー。じゃあカイマ2体とゾンビですね、やっていきましょうか。回復してねえからな。影村さんが死にそうだから影村さんチェンジしていこう。でも層が厚いからな、影村さん変えてもね。ガッシャードクロさんいますよ。さあこれちょっと必殺技打ってみるか。動くかな妖怪みんな。動いたね1体は。さあ1体でもやっつけた。一歩前出ただけだからいいや。1体普通に必殺技当てちゃいましょう。カルラ、カルラエン、よし100、強いねやっぱ。さあこれでカルラじゃ少し変えましょうか。ガシャちゃんピンチですねそれ。百鬼姫は体力あるけどきつい。よし、あとちょっとだ。パンチ、あー百鬼姫やられちゃう。よしやっつけた。次回復しよう絶対。よっしゃレベルもアップ、おめでとう。へい、おろろろろ、エッチ片付けてやったぜ。いやー俺がやっつけたじゃん。大釜何もしねえだろ。こいつら煽ってくんのマジで。上手上手ってそればっかだに。大丈夫なんですかここうるせえな。別に、え、ウォッチファクトリー行きましょう。チって言いましたよね。ヨップくんマジで裏持ってんじゃん。ウィスパーすげえ警戒しちゃってるよ。ウィスパーしか分かってないのかなそこ。さてちょっと回復したいんですけど、回復してくるかとりあえず。どうせまたね、変なことが起こんだよ、ほんと。これ帰れんのかな ?USA とかに。ねえ。ここでもあれだよね、確か雲外教いないんだよね。え、稲穂も連れて帰れんの ?USA。あ、ダイダラ一人でか。USA 行けないんだ。それは切ねえわ。一緒に行けるんだったらね、もう飛行機いらずじゃん、海外旅行行くのに。めっちゃいいじゃん。俺時計屋行ったらもう海外旅行できましたみたいになったらテンション上がるもん。ちょ、これ上行ってみようぜ、一回。そっちじゃないって。あ、めっちゃ怒られた、稲穂に。全然やだ。こんにちは。じゃ、行くだ、先。さあ、オッチファクトリーです。絶対ここも暴走すんで、なんか。妖怪ウォッチ工場です。うわ、めっちゃ妖怪ウォッチ流れてる。一個ぐらいくれよ。なんじゃこりゃー。こんなすごいもの見られるとは感動でミス。ダメズラ、どうしたコマさん。目が回っちまったズラ。なんで目が回んで。兄ちゃん。妖怪落ちてこんな風に作ってんだ。え、でも妖怪落ちて誰に売ってんだろうね。俺たち？皆さん作業やってみませんか。え、働かされんの？皆さん特別ですが、おしころと体験ということで。楽しそうずら、やるずら、まだ回ってるずら。クモさんはダメだ。え、妖怪ウォッチの最終チェックをやってみようっていう。さあ、ヨップくんから注意されちゃったクマ。ね、右手のうんちくの実をどっか置いとけって。妖怪ウォッチみたいにネタバレのネタ仕入れてくりーな。それな。ネタバレリーナってでも結構人気なのかな？みんな好き？ネタバレリーナって。なんか、妖怪ウォッチのピザーラとかで妖怪ウォッチのさ、ピザとかあんじゃん。あれとか、うわー、なんか臭い。あれを見る限りね、ネタバレリーナいつも書かれたりするから、あいつ人気なのかなって普通に思うんだよね、なんか。ねえ、どうなんだろうね。こんにちは。
新人いるでしょってチェック作業の壁にぶつかるだろうね。何壁って。うっす大ファンっす頑張るっす。何これ。幸運のお守り、あざっす。すごいな妖怪ウォッチは。ほんと1個ぐらいパクってもバレないってこれ絶対ねえ。ダメだよみんなパクったら。よっしゃ。はい、それじゃあまたクエストを受けてみましょう。クエストじゃねえな、イベント進めましょうか。絶対敵と戦うからな、これも。行く。なんかコマジロとコマさん喋ってる。うわ、ミニゲームがこれ。最終チェック、叩いてウォッチ。ねえ、不良品はブロックしろっていう。異常がある妖怪ウォッチなら A ボタンでブロックしてください。続けてブロックもできます。上画面の図が正しい妖怪ウォッチですよ。あなたのチェックにミスがあると妖気マークが消えていきますよ。マジか。え、どれが、あ、これあかん。よしよし。あ、え、成功、オッケー、クリア、イエーイ、めっちゃ簡単じゃん。あ、ビビったビビった。終わった終わった。結構不良品あるやん。大丈夫？みんななかなかスピードだね。思ったより流れてくるの早くて俺ビビっちゃった今。あれ一緒にやってたの？とっくの昔に終わったさ。スピード妖怪やもんな、こいつ。どう、僕のチェック。不合格です。ダメだの？正確さも大事。でもう一度やってみましょう。まだやんの？もういいよ。25個？え、多いって。え、こんな、無理やん。うちは、あ、全部当てるやん。はい、ダメ。これ何？よし。全然、めっちゃ簡単やん、こんな。おい、ウィス、ウィス、ウィス。おいおいおい。これ何 M ってあれ？ねえ。よいしょ。さあ25個完了です。意外と簡単だねこれ。不良品くれないかな俺に。俺ダブルウォッチしてみたいんだよね。やっと終わった。めっちゃ汗かいてるやん俺。どうかしら、不合格です。めっちゃ怒られてるやん。冗談でしょ。速さと正確さは大事ですけど、大事なものがないんです。何それ。愛情です。はまたやるの？ジバニア一緒に流れてたぞ今。え、むずいこれ。どんだけ働かされてんの俺。ねえ、じゃあとりあえず見ていきましょう。まあ、こんだけスピード速いからね、結構楽ちんやんなこれは。おお、速ないマジで。これ、おい、ウィス、ウィス、ウィス、ふい、どうだどうだどうだ。25を突破。黒いやつがあったら A ボタン押せばいいから、ねえ、割と楽なんだよね。俺もっと時計の針がちょっと違うとかさ、俺そんなレベルを想像してたから、それを比べたらね、全然楽だよね。今、目覚まし時計流れてきたぞ。おかしいでしょ。よし、完了。明らかおかしいのあったの。なんだ、ここ大丈夫か、この交渉。どうだーい、スピードマックス&最新の注意&相性。上手上手。出た。お疲れ様でした。作るの大変なんだね、妖怪ウォッチ。さあ、ファインディングルーム行きましょうか。何ファインディングルームって。休憩のとこ？ねえ、兄ちゃん、何ずら？いい感じずらね。どうずらね。目回すなよ。兄ちゃん、どうした？またなんだ？いい感じ、またいい感じかい。もうずっといい感じか、お前は。もう、帰るわ、じゃあ。よし。じゃあ次、新しいとこ行って、また見学進めていきましょう。